はい、皆さんこんにちは。阿部モータースマーケティング部の杉本です。本日もご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今日はですね、ちょっと撮影の裏側を撮影していきたいと思います。ホームページのリニューアルにあたってぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。阿部モータース今日はホームページ用の画像を撮影をしている途中です。ここは新人スタッフ紹介ですね。順調に撮影が進んでいるようですね。朝来るとまず車を拭くんですか？はい、拭きます。じゃあ車を拭くところから始まるんですね。はい、そうです。お客様が見た後は必ず拭くみたいな。そうですね。そんな感じのルーティンなのかな。結構あの指紋とかが残りやすいので、そういうところを拭いたり、あとあのシートポジションがシートポジション、それを元の位置に戻してます。プロダクトジーニアスってどんなことするの？ご新規のお客様がいらっしゃったら、まずどういうお車が欲しいかとか、なんでミニにいらっしゃったのかっていう理由を聞いて、であとはいろいろお話をしながら、どういうお車が最適ですとか、あのミニの説明しながらいろいろ。今撮影の方に説明を受けて塩谷さんが撮影をされてます。ちょっと回してみましょうか。免許持ってました。おはようございます。おはようございます。先輩たちは優しいですか？とっても優しいです。去年入社だっけ？今年？去年、今年今年じゃないよね。去年の4月です。去年の4月。じゃあもう1年経ったんだ。はい。どうですか、1年働いて。あっという間でした。でもなんか2年目のこの2ヶ月の方が、はい、もっと時間経つの早い気がします。1年目なんか忙しいってことだね、いつも。あ、そういうことですかね。ミニ世田谷プロダクトジーニアスの塩谷です。ミニ世田谷にぜひお越しくださいませ。お待ちしております。ちょっとしてもらってもいいですか？はい、まあ、なんかずっとこれ組んで、これ組んで、これ組んで、はい。続きましてミニ太田メカニックの石田さんです。1枚爪で取らせてもらってます。はい、そのままちょっと止まってもらっていいですか？はい、今ギュッとしてた。はい、はい、お疲れ様。お疲れ様です。何やってんの？まあ、今日撮影じゃなかったんだね。そうですね。今何年目？まあ、入社2年目です。2年目、はい、もう慣れた？慣れました。余裕？余裕です。余裕ないです、うん、相変わらずの緊張屋さんですね。休みの日はまもなくパパに、まあ、自分も同じ石田君です。 BMW ミニですか？今のF55 乗ってるんですけど、ミニ太田のメカニック石田です。お客様の大切なお車を整備するのが、お仕事です。続いて岩井中さんです。硬いっすね。はい、ちょっと緊張してます撮影あんまりない、こういうの。ないですね。忙しいですか、毎日？忙しいですね。楽しいですか？充実してます。はい。緊張すごい。あ、はい。さあ、撮影が始まります。おはようございます。忙しいですか、今日？はい。後で。着々と撮影が進んでおります。お疲れ様です。お疲れ様です。お名前は？中尾慎介と申します。そんなマイク近づけなくても大丈夫セールスですね。一応セールスやらせてもらってます。最近ミニのスタイル変わったみたいですね。あ、そうですね。だいぶ雰囲気、おしゃれな雰囲気でなってきてますね。ミニ太田サービスアドバイザーの岩井中と申します。皆様のお車のメンテナンスのアドバイスをしております。よろしくお願いします。品川サービスセンターに来ております。雨が降ってきて
撮影が大変そうになってきてます。3階にやってきました。こちらがよくイベントとかで使ってる場所ですね。であちらの奥で今スタッフが昼食をとっています。ラウンジのようなスペースとなっております。はい、こちらは天王洲アイル駅から歩いてすぐのショールームになっております。ビルの1階にあるんですけども、こちらには車は1台も並んでいません。今のところ宿泊は分かんないですね。普段セールスをしているので笑顔がやはりありますね。お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか、撮影は緊張しますか？緊張してますね。あんまりないですよね。めったにないですね。日々の仕事はどうですか、忙しいですか？そうですね、ありがたいことにすごく問い合わせ多い店舗だと思うので、はい、もう日々忙しく働いてます。やっぱり喋り慣れてますね。いやいや、そんなことないです。セールスしてるんで。ほんとまで全然頑張ってます。こちらが雨の日でも濡れない展示場になっています。なかなか立ち姿勢は綺麗ですね。BMW プレミアムセレクション品川の奥田と申します。このような屋内のですね、天候に左右されない天井になっておりますので、まあ、ぜひ皆様、遊びにいらしてください。お待ちしてます。ミニ目黒ショールームにやってきました。内装の写真を今撮っているところですね。すげえ緊張してない？おはようございます。おはようございます。撮影はどうですか？いや緊張しますね。あまり慣れないですか？あまり慣れない。ミニの販売はどれぐらい？ミニの販売は13年ぐらいですね。13年、14年ぐらいですね。長いですね。R の時代ですね。R5、6の時代ですね。おー。5、6、5、5があって。得意な料理とかありますか？料理は全くしないです。全くしないですね。緊張してます。今回。スポーツはどうですか？スポーツは基本面を重ねてます。ジョブローテーションで、そういう感じで。わー、今のところはなくて。ミニ目黒ショールームの美濃と申します。ミニ目黒ショールーム、BMW の横にございますので、ぜひたくさんのミニを見に来てください。よろしくお願いいたします。続いてミニセールス。前泉さんです。もう一個行きましょう。カチカチだね、随分ね。表情がやばいですか、ちょっと緊張しちゃった。ミニ目黒ショールーム今泉と申します。目黒ショールームは都立大学駅から歩いて3分ですので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、続きまして阿部 BMW 目黒ショールームです。顔になっちゃってない。いやもう分かります。好きなの何が一番好き？好きなのは3が好きですね。3が好き？3好きです。なんかサイズ感とか？いやなんかいろいろちょうどいいなっていうのはしっかりしてるもんね、やっぱね。そうですね。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。今入社してどれぐらいですか？入社して今3ヶ月ぐらいです。3ヶ月ぐらい、はい、もう慣れましたか会社には？いやー、まあ、ちょっとずつ慣れてきました。楽しいですか会社は？会社はとても楽しいです。いいことですね、それが。はい、もういい人ばかりで、本当にたくさんなんかいろんな教えてもらってますか？教えてもらってます。やっぱり緊張してるみたいですね。BMW 目黒ショールームの石井達也です。皆様のご来場お待ちしております。おはようございます。おはようございます。緊張してますか今？緊張してます。あんま撮り慣れてないですかこういうのは？全然撮り慣れてないですね。宣材写真のように。宣材写真人生初宣材写真、はい、プロカメラマンの、はい、こっち気にしないでください。こっちのカメラは
阿部 BMW 目黒ショールーム酒井です。美味しいドリンクお作りしてお待ちしております。お疲れ様です。お疲れ様です。今日撮影ですけど緊張されてますか？緊張はしてないですね。してないですね。慣れっこですよね。慣れっこでもないです。慣れっこでもないです。阿部 BMW 品川ショールームの山田です。ご来店お待ちしております。はい、麻布ショールームにやってきました。東京タワーがなかなか全部入らなくて撮影にちょっと苦戦してます。ちょっと今屋上なんで風が少し強いですね。ネオちょっと入りましょう。すごい風の前です。いいですね。はい、はい、とってもいいです。あ、これテレビのモニター一瞬消すコットってまた面倒くさいですね。ここにねちょっとモニターの光が乗っちゃうんです。表情がいいですね、やっぱり。きちっとしてます。きちっとしてます、はい、はい、今東京タワーがバックに入るところまで移動してきました。社長もちょっと恥ずかしそうですね。お疲れ様です。はい、こんにちは。スタートのやつじゃないんで普通で大丈夫です。今日は、はい、ホームページ用の写真の撮影ということで、はい、今から撮影場所に向かいます。今日曇ってなかったらちょっとやばいよね。そうですね。あんまり暑かったら辛そうでしたからちょうどいいんじゃないですかね。湿度がね、あれなんですよね。京都先週ぐらい2回に分けて、まあ、全拠点の写真とか、はい、全拠点のスタッフの写真をあのホームページ上にいっぱい撮影してまして、はい、それがあの続々ウェブに上がりますので皆さん楽しみにしててください、はい、ところでその新しいシンバルはどうですか？はい、ジンバル。ジンバル。めちゃくちゃ使いやすいです。使いやすいです。ありがとうございます。お昼ご飯の話でもちょっとしていただいてもいいですか？はい、食べましたか？次は。僕はあのシミュレーターをやってたら、